はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クロノス先生です。さあ本日なんですが、アンティークギアがね、診断で実装されまして、こちらデッキ作ってきたんでご紹介していこうというふうに思ってます。アンティークギアデッキ、今まではやっぱそのちょっと結構展開もきつくて、まあ、後手のワンキルもなかなか厳しいというところで、まあ、割とファンデッキの中でもそんなに強くないかなみたいな感じの、デッキだったんですけども、まあ、新規が実装されたことによって、まあ、めちゃくちゃ強くなりました。はい、で今日は、このアンティークギア、デッキの何が強くなったのかっていうのを説明していきたいんですけど、まずね、先行展開ができるようになりました。これめちゃくちゃ強い。今までね、アンティキアだけだと先行展開ってかなり難しくて、まあ、先行でその妨害を、まあ、持っているモンスターを立てるのがちょっと非常に厳しかったんですけども、で新しくね、アンティキアダークゴーレムとか、それからまあギアドラゴンとか、こういう、まあ、あと展開力のあるそのタンカーとかコマンダーの効果によって、例えばね、まあ、基本版目なんですけども、キャタパルトギアタウンとかの、ハンドからギアドラゴン、これ魔法トラップカードを無効にできるんですけど、手札フィールドの、機械族を墓地を送ると、なんだっけ、この魔法トラップカード無効と、あとそれから、レギュラス、何でも効果無効できるね、レギュラスと、あとアポロウサ、まあ、3から4素材、結構なる、まあ、基本展開だとまあ3素材なんだけど、っていう感じの盤面ができるようになりました。まあ盤面にアンティーキア誰もいないっていう話はあるんだけど、ギアドラゴン以外は。あるんだけど、ただね、やっぱ先行でアンティーキアなんかできるモンスターは基本的にいないからさ、まあ妨害するとしたらやっぱアンティーキア外のカードになるんだよね。で、まあ一応、ギガントクロスとかが出せるんで、ギアギガントクロスで、スタチュー持ってきておいて、開始のターンのね、リソースを確保しておいて、まあその3ターン目にワンキルするみたいなことができるんで、まあまず1ターン目は先行を取って、ちゃんと制圧して、で、戦っていくという感じですね。で、後手も、まあまあ、これやれるんですよ、このデッキ。これなんでかっていうと、この、アンティギアフォートレスっていうね、カード。これが、アンティギアカードの効果の発動に対して、相手は魔法トラップモンスターの効果発動できないっていう、まあ、こういうね、効果と、あと、アンティギアモンスターは、召喚特殊されたターンは、もう相手の効果で破壊されないし、相手はそれらを効果の対象にできないっていう、でこの、ジェネリック三元素みたいな効果が あるんですよ、このカードね。なので、ギアフォートレス貼って、なんかアンティギア展開通していくと、意外と展開通って普通にカオチアントとか、アルティメットゴーレムでぶん投げれるんで、なんで結構強いと、思います、意外とね。なので、今回は、後手からでもなんかそれが通ればいけるかなと思って、なんか手札開発はそんなに多くない、いっぱいは入れてなくて、展開できるように、まあ、カタパルトとかギアタウンとか、スタチューとかいっぱい入れてるっていう感じですね。でもね、これギアダークゴーレムがマジ強くて、これ召喚特殊召喚、いやこれ巨人としても扱えるんだけど、召喚特殊召喚した場合にアンティークギアカードかギアタウンを2枚手札に加えて1枚手札捨てるっていう、まあ、クソぶっ壊れ効果あるんだよ。だからこれをね、その、まあ、これとか、まあ、これとか、で、出してくるっていうのが、まあ、基本ムーブになりますね。まあ、動かし方は、よかったら動画ご覧いただければわかるかと思いますんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイなろうね。ドロップアウト、ボーイとデュエルしてえな。なんかヒーローいねえかな、ヒーロー。卒業デュエルしてえんだけど、マジで。ヒーロー、どこ？最近全然ヒーロー当たんなくなっちゃったんだよな。なんかあれかな、人気ないのかな、あのデイも最強なんだけどな。さあ、アンティークギアスタチューの効果を発動するぜ。アンティークギアスタチューの効果により自身をリリースすることによってデッキから増殖する G が飛んでくるぜ。うわ、ゴキブリ効果。あ、ちょっと黙ってください。これで、ちなみにアンティークギアはですね、アンティークギア古代の機械の要塞っていうカードがありまして、アンティークギアフォートレスっていう、あれ貼っとくとなんかそのなんかアンティークギアの効果にチェーンできなかったりとか、その出てきたモンスター対象に出なかったとか、かっこよ、かっこよ、これやば、こういう感じなのね。で、アンティークギア、ダークゴーレムの効果も発動するぜ。これでカタパ持ってきて、ボックス持ってきて、カタパを墓地送りながらギアタウン割ればいいから、カタパ持ってくる、でボックス持ってくる、でカタパ捨てる、カタパ墓地効果あるんですよね。まあ、それで警戒していきます。で、アンティキアボックスの効果発動して、これデッキから別に出してくるから、これスタチューかなんかでいいか。
コマンダーは。で、ギアターンを発動します。で、自分の墓地の安定ギアカタパルトの効果によって、ギアターを爆破して、でデッキから安定ギアモンスターが特殊召喚できるんで、ギアタウンの効果で、これで司令官出してきて、で司令官の効果を発動するぜ。安定ギアジャイアントを墓地に送りながら安定ギアモンスターを特殊召喚で、2体の、機械族地属性でリンク召喚して、でバリセックシューター出して、でバルセック効果発動、ギア保ってきて、これアンティークギアタウンにしてくれよな、これマジで。ギアタウンってなんでギアタウンなんだろうねこのカードがギアタウンっていう名前だったらアンティークギアもうちょっと簡単に展開できるんだけどな で、ですね、アンティークギアジャイアントを出して、うーん、かっこよ、召喚ムービーめっちゃ見せつけあるやん。で、指令効果発動して安定ギアジャイアントが墓地から蘇ってくる。こんだけ展開力あるんですよ、安定ギアだけ。すごくないですか。ちょ、なんか暇です、暇ですね、今回。このタイタインギャラクシーかなんか出しておきます。タイギャラ出して、これなんかモンスターすげえだな、今回のテイクさん。わかんないよ、とりあえずアドバンテージ稼げるように展開していいから、安定ギアは。で、一回レベル4のモンスター2体って言って、はい。で、スプリガンズメリーメーカー出して、でスプリガンズメリーメーカーの上に重ねてギガンティックチャンピオンサルガス君出して、はい、で、サルガス君の効果発動で、セリオンズキングレギュラーズを持ってくる。でセリオンズキングレギュラーズの効果を発動、セリオンズキングレギュラーズを、特殊召喚で3体のモンスター使って、アポロウーサ出してはい、これがアルティメットネオニューアンティークギア先行展開ですちなみに後続はね、あの手札にスタチューがあるん で、あのスタチューの効果を使ってから、あのダークゴーレム出してくれば後続用意できるんで問題はないという感じですね。はい、あ、ユベルですね、了解しました。ちなみにあのこれタイタニックギャラクシー君が攻撃吸ってくれるんで、あのアポロウーサーに対してのまあなんか殴りみたいなのもケアできてるんで最強ですね。まあ盤面に一体もアンティギアいないっていう話はあるんですけどアンティギアできてなんだっけみたいな盤面になってるんですけど、これがアンティギアできたんですよ、新しい。はい、ちょっとまあ一応いるか、でもあの装備カード状態でアンティギアいるから、こう実質アンティギアできた俺は言い張るよ。あれ、これユベルの効果使わなくていいのかな。はい、なるほど。さあ、アンティークギアムーブによって相手の魔法カードを無効化し、アンティークギアムーブによってユベルを牽制していく。さあどうする、これはなかなか厳しいんじゃないかやべえぜ、ファントムユベル君効果使ったらレギュラスも構えてるし、ウーサも構えてるから、まあまあきしいと思うぜこれ。さあどうする、どうするのかな彼は。あ、シャバラ何、え、これは、え、ユベル剥がしていいの、ユベル剥がしたら大丈夫、ユベル剥がしたらもったいなくない、どうすんだろうこれ。この後召喚権は使ってないか、まだこれさ先行展開さ強すぎてさ、これさ殴れないんじゃない、これ安定ギアで殴れない説あるよねこれ。あーやばい、安定ギアデッキで殴るデッキなのに殴れない、やばいこと起きた。問題点を発見した、このデッキの先行展開が強すぎて、アンティギアの融合体が全然出る、あ、嘘、ちょっとそれないと、それないとちょっときついな、これはね、待って、ちょっと待って、こうだな、召喚権最大展開をするためにはこう、これで G って打たれたら俺は泣く最大展開というか、基本展開動画に移行できてないんだよな、ちょっとだけさ、いけそうだな、でこれカットパルト持ってっていいか、もう G、 ちなみに G って打たれたらもうねあれなんですよ、あれするしかないです、バグスカエンドとかそういう感じになります。ギアタウン爆破して、あ、いけそうだな一応、あ、オッケー、とりあえず大丈夫で、これ特殊召喚するでしょ、で巨人出して、
頼むマジでこれ殴らしてくれ。先行展開通ったら絶対殴れないで相手割れてくんだよ。アンティークギアってさ殴るデッキのはずじゃん基本的には。まあ、後手からだったらねあの結構殴れたりすることなんだけど、後手ちょ先行が強すぎて相手のフォートレスライト話なんだみたいな話なんだけど、はい、ジャンティギア Y1 特殊からの、ギアタ効果とダークゴレム効果によってボックス と、タンカー持ってきて、はい、でもなんかちょっと2ビルとかいらないか、もう2ビルいないやもうこれ舐め腐ってるから、これ舐め腐ってるから。でギアボックスの効果発動していく。さあギアボックスの効果によってギアコマンダー持ってきて、でワイバーンの効果でちょっと待って、ドラゴン持ってくるんだっけ、これドラゴン持ってくればいい。これ一応ねドラゴン出したくてドラゴン入れたんで、ちょ頑張って強引に使っていきたいと思います。でコマンダー召喚、コマンダー効果発動、アンティギアジャイアント墓地の送りながら自分の手札からアンティギアを一回召喚できる、召喚できる。で、タンカーの効果を発動、タンカーによってアドバンスがあるとこうなるので、あとリリースがいらなくなります。レベル5以上のアンティギアモンスターの、はい。でこれでこれ以降の魔法トラップカードは一回無効にできるかなって感じですね。アンティギアドラゴンがいるんで。でアンティギアバリスティックシューターの効果を発動する。でこれギアタイム持ってくる。もうドラゴンをねどうしても使いたくてさ、一枚いたんだけど、これいらないよ絶対に。マジでね使いにくすぎる、あまりにもレベル5とかいうなんか特殊召喚できないモンスターね。マジでいらないからなこれ。はい、で巨人出して、で巨人出し出てきたらびっくりして、巨人がもう一回出てきてダブル巨人になって、ほら。で、ここからは、まあ、いろいろできるんですよ、ここから。ここからいろいろできるんですけど、どうしましょうかね。レベル8、2体でいきますか。レベル8、2体で、ギガンティックチャンピオンサルガスキンを出す。はい。で、ギガンティックチャンピオンサルガスキンの効果によって、レギュラスが引っ張ってこれて、で、レギュラスを特殊召喚する。はい。オーケー。ほんでメリーメーカーしても意味ねえな。ギアギガントクロスだな。でこれギアギガントクロス出して、これ後続確保ね。これギアギガントクロスで後続持ってくるっていうパターンね。こうして、まあこれスタチューでいっか。でスタチュー持ってきて、でそうするとギガティックチャンピオンサルガス君がなんか反応してアドバンスを戻すことができるという最強の、これ次のターンに開始、使いますよみたいな話で、盤面の余ってるモンスターを4体使って3体使ってアポロサラスと、まあ、これが一応、まあ、目指してる先行展開なんですよね。これ結構リソースが残ってて、ウーサーレギュラスアンティギアドラゴンっていう感じなんで、まあ、魔法トラップカード1回無効、何でも無効1回でモンスター効果が一応、まあ、無効にできるかなっていう、まあ、アポロサちょっと殴られるパターンだけど、なるほど。まあ、粛清だろうね。多分粛清はここ止めちゃった方がいいと思うんだよな。アンティギアドラゴンの効果と、ギアドラの効果によって、ボックスを捨てながら、相手の魔法トラップカードを無効にしていく。コストいるのも決めんだよな、このアンティギアドラゴンとかいうモンスター。こいつさ、コストでさ、アンティギアモンスターが要求してくるの、まあまあうざくない？なんか、これさ、こんな条件厳しいんだからさ、別にノーコストで良くなかったですか？何をそんなにビビっているんだ、アンティギアデッキに。粛清の祈りってうさ。黙りなさい、黙りなさい。儀式止めときゃなってこと、多分なんとかなると思う。儀式できる。うわ最強カード来た、やばい。それは止めざるを得ないな。儀式できるわけではないが、この後儀式されるから、これ通しちゃうと。これは止めざるを得ない。これマジでちょっと待って、これ墓穴やめてね。あぶねー。オッケー。レギュラスってね、墓穴踏むからね、裏目めっちゃでかいのよね。フィールドのモンスターなんか両方ともコストいるのマジでうざいな。ギアドラゴンとなんかレギュラスどっちもコスト、うわーうわー。ロギアステラティフォン来た、やばい。ロギアステラティフォンはちょっと待って、3000以上のモンスターの効果ハソリアの決め、マジかよ、やばい。
3000以上のモンスターしかいないんだって、エースモンスターが。助けて、3000以上のモンスターしかおらへんのやって。いやー、助けてくれ、助けてくれ、増殖しろ、強そうすぎる。あ、でも俺ハッカー出したっけ。あ、ウラウンドハッカー出したの。アンティーキキアドバンスの効果発動します。アンティーキはマジックトラップカード1枚手札に加えたいです。デュエル使いこなしていくか。アンティーキはデュエル使いこなしていくわ。で、スタチュー召喚、まあ一応魔法トラップカードは無効にできるからリリースするしかないな。スタチュー召喚だな。でスタチュー召喚して効果発動。ただこれギア安定級、ギアダークゴーレムさんは効果発動できないので、ティモンがいるから、ちょマジでちょ頼むな。ここ発動できないとちょっとあれなんだよな。まあ一回問題はない。で安定ギアコマンダーの効果発動して、このカードゲームから除外すると手札から、安定ギアカードを置くとかいうなんかやばいすぎる効果が発動できる。でこれでバトルですね。一旦バトルしていいですか、自分。バトルフェーズ。アンティークギアデュエルの効果を発動。相手フィールド上にモンスターが存在する場合、自分のフィールド、墓地から融合素材をゲームから除外し、融合召喚を行うことができる。アンティークギア、ジャイアントと、アンティークギア、墓地のアンティークギアモンスター2体をゲームから除外し、現れるのね。アンティークギア、アルティメットゴーレム。ちなみにこのカードの効果で融合召喚したこのカードは一度のバトルフェーズ中に3回攻撃することができるのね。うおー、1連打目、2連打、3連打。うおー、アンティギア、アルティメットゴーレム最強。対戦ありがとうございました。うわ、先行欲しいハンディングじゃんこれ。マジかよ、これギアタカタパルトできたくせえな。スピードロイドベイクマックスだぞ、やべ。じゃあそういえばあのスピードロイド新規来ましたね。なんかクリスタルクリアウィングオーバーシンクロドラゴンとかいうなんかあまりにも名前が長いバカみたいな名前長いモンスターがなんかあの OCG の方でね、あの実装決定しまして、なんかあれテクストなんですけどめっちゃ強かったんで、普通になんかスピードロイド楽しいことになりそうだなとは思いましたけどね。クリスタルクリアウィングオーバーシンクロドラゴン、なんかあのユーゴがついに、あのユーゴじゃねえユーゴダさんがつい、ユーゴダさんがついにあのあ、リミットオーバーアクセルシンクロができるようになってましたね、召喚条件で。はい、あれいいモンスターですね。ゼンマイネズミやばいですね。はい、終わりました。これ親かムーブです。これアルティメット親かムーブ始まりました。やばいです。レベル4のモンスターが4体来るぞ。ユーマ、何がダランベルシアン、ちょ何サーチするんだよこれ。分かった、もうこの 何をサーチするかだけ教えて。俺知りますこれ。ちなみに僕知ります。光の護風剣、どういうこと。光の護風剣。さあスカルデッドの効果、そういえばこいつもねなんか3枚返ってきて、なんか未回帰使いがなんかあの大歓喜してるとか言われてますけどね。はい、未回帰はなんかスカルデッド3枚ぐらい使うらしいんですけどああ悪魔の偵察者奥さん、シンクロフュージョニスト、ディバイナー、わからない、何これ、何がしていいのか全然わからん、これ何これ、何がしたいのこの人、マジでわからない。ガーデンローズメイデン、ミラクルシンクロフュージョン出た、最強カードじゃんこれ。御用ガーディアン出すやつね。御用ガーデンだっけ、なんだっけ、ブラックガーデン、はい、なんかあれくれるのかな。悪魔の警察者、さあ酸素マティンコーディスが自分の墓地から魔法トラップカードを1枚選んで手札に加える。闇の護風剣、ちょなんだよ、ちょわからん、何してんの、マジで何してんの。悪魔の偵察者いただきました、ありがとうございます。悪魔の偵察者はでもあれですね、相手にあのリバースしたら相手がなんか3枚ドローして、魔法カードだったら捨てるよみたいな感じの効果なんですけど、 IP マスカレーナさんが出てくる支援の感じ発動する、
トルネードバード、このカードをリバースしたワイフィードのマジックトラップカード2枚バウンス、はい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 、バウンスおじさんね、闇の護風剣、はい、闇の護風剣発動、裏になる、で光の護風剣発動、表になる、え、あ、強制、なるほど、悪魔の偵察者の効果、トルネードバードの効果、2枚戻しました、強制ね、なるほど、え、これどういうこと、ええ、どういうこと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 、あ、そういうこと、あ、やばい、あ、待って、あ、やばいぞ、あ、待ってくれ、あ、なんか2つも強制効果だから発動しなきゃいけないんだけど、なんかトルネードバードの効果で相手の魔法トラップカードをバウンスしなきゃいけなくて、悪魔の偵察者で3枚ドローが入るから、やばい、待ってくれ、まさに無限ループ、まずいぞ、これは相手のデッキがなくなるまで、相手のデッキがなくなるまで俺はもしかしてリバース効果を使い続けなければならないのか、そしてなんかこれ自分でトルネードバードの効果発動して対象選択しなきゃいけないの、マジでめんどくせえ、何これ、クソめんどいんだが、なんだよこいつら、ふざけんな、あ、やばいってやばいってやばいって、ジャックポットセブンは草、何これ、ジャックポットセブンの効果でも勝利しようとしてる、待って、エクゾディアで勝利したいのか、ジャックポットセブンの効果で勝利したいのか、どっち、どっちで勝ちたいと思います、で俺自分で選択するの鬱陶しいな、これふざけんね、なんで残り0枚まで俺が操作しなきゃいけないんだよ、これめんどくせえな、こっちに操作を強いてくるんじゃねえバカ誰が、先行ワンキューじゃない、自分でやれ、訴えます、